輪島市内の野球場を訪れたのは、旧都議町出身で中日ドラゴンズで投手として活躍した小松達夫さんです。小松さんは星稜高校時代の恩師である山下智茂さんが門前高校野球部のアドバイザーに就任したことから、自ら今回の指導を申し出たということです。練習試合を視察し、ユニフォームに着替えた小松さんは早速ブルペンへ。投手陣にボールの握り方や下半身を使って投げるコツなど、プロ通算122勝を挙げた投球術を伝えました。蹴るってイメージのと、その胸を張って投げるってイメージをしてみたら、なんかちゃんとこう思いっきり腕を振れて球がちょっと速くなったなって気がします。高校生ね、教えるのは初めてなんでね、楽しかったですね。なかなかいい選手もいっぱいいたんでね、まあ、この一冬越してね、どういうチームになってるか、来年の春以降が楽しみじゃないですか。案外とチェンジアップなんか曲がってましたから、よかったなと思います。まあ、生徒も刺激になってもらえばいいなと思いますけど。小松さんは今後も定期的に門前高校を訪れる予定です。